今度は俺だ。スタートステップ。コアステップ。おー、コア出た。便利。いいわね、ボイドからコア持ってくる手間が省けるもんね。大発明。コアすぐなくしちゃうもんな。あのシステムは苦労したんですよね。そう、一番手ごわかったところだね。さあ行くぜ、ドローステップ。うりゃーい。うわ、来た来た来た。わかりやすいな。いいスピリットが来たってことでしょ。どうかな。はいはい、ブラフブラフ。まあ見てな。メインステップ、オーダラーを召喚。おお、出た出た、俺のスピリット、かっこいい。もう一体召喚したぐらいで盛り上がりすぎ。まだまだ行くぜ、ドスモンキを召喚。ドスタン。おお、こいつも強そう。へえ、あんた赤デッキなんだ。かっこいいの多いからな、赤のスピリット。よし、使ってみるか。さらにバーストセット。やっぱりバーストしてきたか。え、バースト。あれ、決まり知らないのか。知らないわよ。何それ、私に断り話に環境変わったの。変わったんだから変わったの。もう強気ね、威張るくらいなんだから使いこなせてるのよね。とはいえ何が出てくるか分かんないってのは厄介だわ。手札と違って目の前にカードがあるってプレッシャー感じるな。アタックステップ、ドスモンキの効果発動。自分のフィールドにバーストがセットしてあるとき、ブレイブしていない自分のスピリットに BP プラス参戦。うお、気合入ってる。ドスモンキでアタック。迫力。ファーストアタックは初めに取られたか。でもこっちのセリフは私が最初。ナイフで受ける。大丈夫？もうパパ、吹っ飛びすぎ。これじゃバトル続けられないよ。ああ、また言いたい放題。ノンノン、デンちゃん、キマピーの意見はいちいちもっともよ。ね、ダーリン。同感だね。ダメージレベルは調節できるようにしておこう、ハニー。ターンエンド。メインステップ、総動力もう一回、レベル2で召喚。アタックステップ、総動力アタック。ライフで受ける。これでいいんだ。待ってたぜ、お前のアタック。バースト発動。カードが飛んだ。効果的でしょ。これにより英雄竜ロードドラゴンをバースト召喚。それはバトルスピリッツの新たなる力。あらかじめ場に伏せておき、ある条件下で発動する効果を持つカードである。英雄竜ロードドラゴンにおいてはバースト召喚と呼ばれ、自分のライフが破壊された時にノーコストで召喚できるのだ。つれーい、バレーた、ノーコスト召喚だなんて。え、すみません。もういい、ターンエンド。上がってきた、たまんないぜ、バーストこれが俺の使いたいカードだ。スピリットが削ったライフから出てきたみたいで、なんか自分の分身って感じがする。よろしくな、ロードドラゴン。運命の一枚、ロードドラゴンか。メインステップ、英雄竜ロードドラゴンをレベル3にアップ。さらにバーストセット。またビビってる。嫌な感じって思ってるだけ。それビビってるってことだろ。アタックステップ、ドスモンキの効果により俺のスピリットたちは全員 BP プラス3000。オードランアタック。どうする、ライフで受けてバーストが発動したら、えい、どうなっても巻き返してみせる。
い。まだまだ行くぜ、ドスモンキでアタック。ライフで蹴る。もう一発、英雄竜ロードドラゴンでアタック。ソードアルブロック。ブロックも発動条件じゃないんだ。やだ、あんな一枚にこの私が振り回されてる。ターンエンド。バーストの心理的トラップにはまったね、彼女。ローステップ、リフレッシュステップ、メインステップ、ソードールをレベル1にダウン。紫の彼方より、我が名の元に首飛ばつけ。ヤギ座の光、魔屈邪神シュタインボルグ、この私のしもべとなる。12級 X レアだとこんな出方すんのかよ。てか今のなんだよ、自分で考えたのそれ。は？召喚時の言い方長い。分かってないな、はじめは。スピリットがリアルに出るなら、これからのバトスピは見て楽しめるものにならなきゃ。かなり恥ずかしいと思うぞ。そう？これがキースピリットって見せ方した方が楽しいし、呼ばれるスピリットも嬉しいって思うよね。納得。今度俺もやろう。え？チャンピオンが？魔屈邪神シュタインボルグの召喚時効果発動。行動を持つ自分のスピリット1体につき、フラッシュにある紫のカードを1枚手札に戻す。ソードールか。いい効果でしょ。でもって、このソードール再び召喚。アタックステップ、魔屈邪神シュタインボルグ、やっちゃえ。行動を持つ自分のスピリットがアタックしたとき、相手スピリットのコア1個をリザーブへ送る。ドスモンキのコア、リザーブへ行け。ドスモンキ、ほらほら、このアタックはどうする。まさかここでライフで受ける。バースト発動。やっぱりマジ、覇王爆炎撃をしよう。BP4000 以下のスピリット3体を破壊する。これでお前のフィールドにはアタックできるスピリットがいない。ターンエンド。ドローステップ、リフレッシュステップ、一気にアタックステップ。メインステップ、何もしないの？わかるだろ、どうしてか。オードランでアタック。ライフで受ける。英雄竜ロードドラゴン、行け。これで決まりってことか。ライフで受ける。負けちゃった。残念だったな、決まり。キマリちゃんの方がこのフィールドを十分に楽しんでたわ。改良点もいっぱい指摘してもらったしね。博士、俺も早くあそこに立ちたいです。素晴らしい発明です。礼ならあの子に。我々はあの子の夢を実現する手伝いをしただけなんですから。夢？とはいえ、まだまだ我々が目指すものはもっとすごいですからね。バトルフィールドもレベルアップするのよ、チャンピオン。これがバースト。俺が使いたいカードだ。ロードドラゴン、よろしくな。英雄竜ロードドラゴン。このスピリットは自分のライフが減った時にバーストが発動し、そのままコストを支払わずに召喚することができる強力なスピリットだ。
お送りしました。